今回はパッツンボブ、切りっぱなしボブの解説をしていきたいと思います。スタイリング時にストレートアイロンでスタイリングするっていうのを前提として、まず切る前にアイロン入れていきます。ネープの毛だけをダックカールでしっかり止めて後で切ります。上の毛を下ろします。この段階でまずは仮切りですね。お客様とディスカッションしながら長さを決めていきます。今回使用しているシザーはブラント3セニングという馬力があるセニングでラインを作るものになります。こちらでラインを決めていきます。コームを使わない理由としては、コームを使わない方が収まりがいいからですね。基本的にコームを使う時もあるのですが、あまり僕はコームを使わないで切るということを検証から学びましたので、そうしております。ネープの毛を外します。でネープの毛にテンションをかけて、先ほどと同じブラント3セニングというハサミを使ってテンションをかけた状態でイングラになるような感じでカットしていきます。中が少し短くなるような感じですね。ハサミの角度を少し変えます。はい、ここはバリカンを使ってるんですけれども、やはりハサミで作るラインよりもですね、バリカンで作るラインの方がより直線を描けますので、バリカンを中が数ミリ短くなるような角度で入れていきます。まあ、ちょっとねバリカンを使うのどうなんだろうっていう意見もあると思うんですが、僕はあんまり気にしないですね。はい、デザインが作れれば道具は何でもいいのかなというふうに思っております。中が少し数ミリ短くなるような角度に引き出してバリカンを入れます。この時もコームはほぼ使いません。で中が短くなるようにですね、表面の毛を上に少し持ち上げた状態で襟足の毛が出るような感じでネープの出てきた毛を切ります。はい、アイロンを入れて仕上がりを見ていきます。これでお客さんとディスカッションして長さが OK であれば終了になります。スタイリング剤は結構これは使うんですが、バームオイルとハードスプレー1対1をスタイリングで使うとかなり仕上がりがかっこよくなるので、ぜひやってみてください。このように切りっぱなしの形ができました。